アンヘル・コレーラ、アンヘル・コレーラ・ロッペスはスペイン・マドリード出身のバレエダンサー。早くからスペイン国内で数々の賞を受賞。アメリカンバレエシアターの芸術監督を務めていたナタリア・マカロワに才能を見出され、彼女に ABT のオーディションを受けるよう勧められた。1995年4月にソリストとして入団。早くも翌年にプリンシパルとなった。 2003年、スペイン国民賞受賞。ゲストとして、ロイヤルバレエ団、ラスカラバレエ団、ニューヨークシティバレエ団、東京バレエ団などの公演に参加。バレエフェスティバルへの参加も数多い。アンヘル・コレーラとアメリカンバレエのスターたちという自身のグループを率いて、スペインをツアーした。近年は、イギリス女王エリザベス2世やアメリカ大統領の前でも踊った。 古典バレー作品のほとんどを踊っており、そのテクニック、音楽性、役柄を自ら消化し物にする感性の持ち主である。2012年に ABT を退団。2014年よりペンシルベニアバレーの芸術監督に就任。ありがとうございます。